時は大正7年、シベリア出兵を控えた日本では米の価格が高騰、庶民たちの生活が脅かされておりました。また上がっとる。米の値段はますます上がります。その前になんとか手打たんと。女が動いたところで変わらんがえちゃ。米をファミリー出すな。貧乏人が束になったらろくなこと聞いちゃう。浜の女性って強くないと務まらないとか。本当は強なんかなりたない、そう思うとんがじゃないでしょうか。糸さんは悔しないがですか。悔して悔して、あらわたが煮えくり返っとるわ。母ちゃんが米運んどんがに米食べられんがです。朝から晩までクタクタになるまで働いて生きとるだけで精一杯長やろ。理想や主張で腹いっぱい長いったら誰も苦労せんわ。日々の暮らしを守ろうとしたうかかたちが愛と正義を込めたあの伝説の大騒動。負けんまい、やらんまいけ。台所から日本は変わる。